新選組初代局長芹沢鴨。芹沢鴨は新選組初代局長として知られる。しかしその性格は非常に乱暴、主乱であり様々な悪行が知られている。中でも最大のものは1863年キート省大和屋襲撃事件。支援から隊30数人を率いて大和屋の蔵に火を放ち、交易品や家財まで打ち捨て、さらに出動してきた大門火消しを阻止するなど騒動は翌日まで広げた。事件を起こした理由に近世の退職を断られた腹いせや外国との貿易で富を築いた大和屋への形を変えた上位運動だったと言われている。これをきっかけに会津藩は鴨の乱暴な行いは好ましくないものとされ、近藤勇に処分を命じた。鴨は酔って寝込んでいたところを土方歳三、沖田総司によって同勤していた愛称大名友とも殺害された。この動画で少しでも芹沢鴨に興味を持ってくれる方はチャンネル登録高評価、芹沢鴨についてもっと詳しい方はコメントをお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。